少年期のアルブレヒト、1903年撮影を幼い、親類の子と一緒に写るアルブレヒト、1917年、または1918年撮影、ウィーン・アルブレヒト・ホン・エスター・ライヒテシェンは、オーストリア・ハンガリーの皇族、軍人、戦艦機ハンガリー王国の王子主、政治家。ハンガリー国会上院議員を務めた。ハンガリー5名は、アルベルト・フェレンツ。 ハプスブルクロートリンゲン家の文家の一つ、テシェン公爵家最後の当主。テシェン公爵家の当主、フリードリヒ大公とその妻の公爵霊場、イザベラ・ホン・クロイの間の唯一の男子として、ウィーン郊外バーデンのバイルブルク城に生まれた。正式な洗礼名は、アルブレヒト・フランツヨーゼフ・フカール・フリードリヒ・ゲオルク、フーベルト・マリアである。洗礼名は1895年に死去した王子。 アルブレヒト大公にちなむ。父は、息子のいなかった、この王子から、莫大な遺産を相続しており、そのおかげで、一家は、ハプスブルク家の全聖員の中で最も裕福だった。父は8人の女子が続いた後、9人目で、待望の男子が生まれたことを神に感謝し、所領の一つアルベルト・カーズメイルプスタに、封建制度を混流した。 対抗夫妻は1880年代からプレスブルクのグラッシャルコビチ宮殿をちんがりして暮らしていたが、アルブレヒトが生まれた1897年に48万グルデンの拒否を投じてこの宮殿を購入した。グラッシャルコビチ宮殿は対抗一家の数多くの子供たちが育った場所となり、1905年からは対抗一家の正式な住まいとなった。アルブレヒトは 野心的な母イザベラによって偉大な父に追いつくような軍人になるよう教育された。父は1914年に陸軍元帥となり、第一次世界大戦中は1917年まで二重帝国陸軍の最高軍司令官を務めていた。軍人としての教育を得た後、1916年に見習い士官として従軍し、陸軍将尉、陸軍中尉と順調に昇進した。 従軍中の2年間はずっと前線に配置されていた。二重帝国と君主制の崩壊後、大公一家の有していた膨大な財産と所領は、新生国家チェコスルバキアと元皇族に敵対的なハプスブルク法を制定した共和制オーストリアの両政府によって没収された。大公一家はやむなく自分たちの手元に残った所領、ウンガリッシュアルテンブルクが帰属するハンガリーに移った。 アルブレヒトは、当初進んでいた軍人の道を断念し、ウンガリッシュアルテンブルク高等農学校に通って、農学士の学位を得た。上部ハンガリーの主婦プレスブルク育ちのアルブレヒトは、少年時代は同志のハンガリー人学校に通っており、言語環境的にもハンガリー人の中で育っていた。彼は自分を、ハンガリー人と認識しており、母方の黒い毛を通じて古いアールパード王朝の、 血筋を引いていることに誇りを持っていた。アルブレヒトは1945年まで、ウンガリッシュアルテンブルクで王子主として生活した。ハンガリーソビエト共和国が崩壊して新たなハンガリー王国が成立した後、彼は政治に関わるようになった。アルブレヒトの主な関心事は、トリアノン条約の修正問題だったが、それはハンガリーにより多くの領土が復帰し、 それによって没収された、対抗一家の財産と所領の一部が取り戻せるかもしれないという希望的観測を持っていたためだった。アルブレヒトは、母、イザベラの発案により、1923年より、ハンガリーの多い請求者として活動し始めた。しかし1931年、元皇太子夫・フォンハップスブルクの抗議を受けて、請求を取り下げた。アルブレヒトは、 戦艦期のハンガリー国会で上院議員の議席を与えられた。アドルフ・ヒトラーがドイツの政権を獲得したことで、アルブレヒトはドイツの過激な右翼主義がハンガリーの政治体制をより受け入れさせるのではないかと期待した。彼自身、1940年にイムレー・ディベーラの設立した反ユダヤ的なハンガリー、再政党に所属した。1940年8月、 第二次ウィーン裁定によってトランシルバニアがルーマニア王国から切り離されてハンガリーに帰属することが決定するとアルブレヒトはトランシルバニアを実行支配するハンガリー新中軍に陸軍大佐の肩書きで参加している。第二次世界大戦中アルブレヒトはブダペストエステルハージ通り24番地の邸宅で暮らし 1944年秋に野十字党の政権掌握でハンガリーがナチスドイツの影響下に入った後もそれにことを唱えなかった。すでに1941年からナチ党の指示を受けてハンガリー国内の親ナチス勢力を急護する任務に従事しておりナチ党の情報提供者でもあったからである。しかし1944年末に赤軍が迫りブダペスト包囲戦が始まると 国外に脱出する。オーストリアに逃げた後、スペインを経由して、南米アルゼンチンに落ち着いた。1955年に、ブエノスアイレスの居宅で死去し、遺体はダビに付された後、オーストリアブルゲンラント州、ハルプトゥルンの消去区制度に安置された。アルブレヒトは、生涯に3度結婚した。すべての婚姻が、ハプスブルク家家内法が定める配偶者の身分基準を、 満たさなかったため、デシェン公爵家の血統上の政党後継者は彼の代で途絶えた。最初に、レルバフハイ・レーン・ドーラと結婚。イレーンは、在英ハンガリー大使ルドナイラ・ヨシュルドルフと1917年に最初の結婚をし、間に息子一人を設けた後離婚していた。二人は1930年8月16日にブライトンで結婚した。この結婚は、 家内法に照らせば、既遷結婚に当たるため、父フリードリヒ大公の奮劇を買った。二人は1937年6月1日に、ブダペストで離婚した。子供はなかった。二度目の妻は、墓地会、カタリン・ユリアンナである。彼女とは1938年5月7日に、セゲドで結婚した。アルブレヒトはこの時の結婚には、教皇の認可を申請して、これを得た。 1938年5月9日にパンノン・ハルマ大修道院で宗教婚を挙行し、修道院長、ケレメン・クリゾストムが指式を務めた。最初の結婚が修文として取り沙汰された影響で、この婚礼に出席した品格は、わずかばかりだった。二人の間には、娘が二人生まれた。長女シャロールタ、次女イルディコである。二人の娘は、家長夫フォンハップスブルクにより、 宮廷に礼状は、ハプスブルク女白を名乗ることが認可された。アルブレヒトは1951年亡命先のメキシコでカタリンと離婚した。三度目の妻は、リディア・ゲオルギー・ナ・シュトラウス・デアナーである。二人は1951年に、ブエノスアイレスで結婚した。テシェン公爵家の子想アルベルト・カジミールにその名をちなむ、アルベルト・カーズメールプスタは 現在のオーストリアとハンガリーの国境に位置する。ウィーンとプレスブルクに接する立地条件の良さから、デシェン公爵化が最も開発を進めた荘園の一つとなった。大公夫妻がアルブレヒト誕生時にこの地に建立した封建制度は、ウィーンのボティーフ教会と似通った歴史主義建築様式の教会堂で、ハンガリーの聖王イシュトバーン一世に捧げられていた。ホトハプスバーグ。 S13 S 第ハプスバーガーエインバイオグラファイシーズレクシコン S47 アルベルト・カジミール公爵が設立した学校である第ハプスバーガーエインバイオグラファイシーズレクシコン S47 王国の成立時に一時国王に擁立されたヨーゼフ・アウグスト大公はハプスブルク・ロート・リンゲン家の別系統の文家の出身であるがアルブレヒトの父方の祖母 エリーザベト・フランツィスカ大公女は、同家の出身で、ヨーゼフ・アウグストのおばにあたる。ハンガリー再生党は1940年から1944年にかけて存在した、旧進右翼政党。ABCD ティボル2008、ピアニッシモ38、マジャール・アレトロゲッツィ・レクシコン、BD3、S6、法律カルドナイ・ベイラの長男。イン。 アーノルド・ MC、ノーチン・ザ・ブック・オブ・キングス・ A ・ロイヤル・ジーニアロジー・ B ・ D ・1・ S384 ありがとうございます。